どうもあんこ映画チャンネルでございます。ということでございまして、本日はですね、ゲストが来ております。ゲストはこの方、はい、プロダクション人力車所属、おかえりニコルソン長岡です。お願いします。長岡ちゃん、ありがとうございます。ということでございまして、はい、長岡ちゃんはですね、うん、私の、養成所の同期、はい、となっておりまして、同期随一のホラー映画マニアということで、いやいやいや恐縮でございます、はい、この撮影の後に実はね、うん、呼んでいただいたんですけど、はい、トークライブ、はい、イベントがねありますんで、ね、今、はい、多分ここに出てると思うんですけども、はい、ね、ね、はい、そのね前にちょっと撮影をしていることで、はい、よろしくお願いします。ようこそありがとうございます。随分、はい、あれですね、薄ら寒空で撮ってるんですね。そうですね、うん、一応誰にも迷惑かからないように。でもこの薄暗さ今日はちょっと僕ぴったしかなと思って。確かにね、うん、なぜなら今日は先ほど言った、はい、同期ホラー映画マニア随一、うん、ちょっと文字がいっぱい間違ったんですけど、はい、変えていきましょう変えていきましょうレゴブロックのようにあのね、ホラー映画が超好きということで、はい、今日はそうですね、そんなマニアの、まあ人生の、はい、マイベストホラー映画3をちょっと聞こうじゃない。いや、これはでもね、ベストってね、はい、パッて聞かれた時どうですか、難しくないですか。そうですね、あれもこれもみたいな、まあ、メジャーどころから、はいはいはい、自分だけぶっ刺さってるみたいなんとか、うんうん、はいはい、だから1年考えてるね。そうぶわーみたいな。そうなのに、ね、今日2日前ぐらいに、ね、ちょっとお願いって言ってね、びっくりごめんなさい本当に。でもな、あ、その中岡ちゃんは、はい、ホラー映画ってどれぐらい見てんの？あ、もうだから、まあスタートで言うと、うん、本当にそうですね、小学校入る前とか、あら、そんなレベルですね。いっちゃん、あの、うん、でも一番最初に見た、うん、そういう怖いものっていうのが、うん、マイケル・ジャクソンのスリラーの MV なのか、うん、多分覚えてる中で。映画ではない、そう映画ではないんだけど、やっぱあれ怖えってなったのが一番最初。確かマイケル・ジャクソンも斜めに立つしあれ何あの角度、いろいろ怖い。そうそう、だって年的には一緒だもんね。そうなのよ、ね、87年生まれ、生まれだから、やっぱ時代っていうか、はいはい、あれをそういとこんちで見たっていうのがあ、分かる、いとこんちで経験するあるある、ね、何でも。そうそうなんだ。でそこから、そうね、最初に好きになったホラーとかあるの？あ、だから、ね、それで言うと、うん、やっぱ13日の金曜日。ああ、ちゃんと踏んでたんだ。踏んでるね、うん、俺逆に大人になってみたのよ。ああ、はい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 、はい、でもワンかな。あ、ね、うん、そう、あのね、その当時って、うん、平成の初めの方、はいはいはい、はい、まだ、うん、あの金曜ロードショー、あのテレビでね、テレビで木曜、結構バチバチにそういうのやってた時期、やってた、やってた、そう、うん、で、それを録画の VHS で、はい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 、見たのが、うん、そのね、パート8むちゃくちゃ大好きや。そうパート8はなんか、うん、そう、あれパート8はあれいつだっけな、あれ超能力で戦うやつ、それね、パート7。8ってなんだっけ。8はね、あの、うん、ニューヨーク、 あれね、あのジェイソンがまさか歩いていくやつ、ね、そうそうそう、あれが多分こう掘り下げて覚えてる最初にザ・ホラーを見た記憶かな。それこそスラッシャーのね、スラッシャーのもう王道っちゃ王道ですけど。あ、そうなんだ、うん、いや、いいね、うん、でそっからもうハマってって、ハマってって、そう、スタートがだからやっぱそういう映画だったから、うんうんうん、まあ、映画見るってなるとやっぱそっち選びがちというか、はいはいはい、じゃあホラーだと、ホラーの中でもじゃあそういった殺人とかが好きってことかな。そうだね、うん、心霊とかよりはやっぱ実体がある方が、はいはいはい、かわいい顔して今とんでもない怖いこと言ってますからずっといや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 、そうだね、一番今サイコパスに見えてますからめちゃくちゃ怖いよ。そんなことないですよまあそんなね、はい、長岡ちゃんの、うん、人生ホラーがベスト3を、ね、はい、ちょっと聞いていこうかと思うんですけど、まあ、難しかったけど、はい、まず1本目。あ、そうですね、じゃあ1本目お願いします。フレディ VS ジェイソンですねいいですね、はい、この流れで、この流れでやっぱりジェイソンが出てきますね。しかも
フレディと戦 戦うフレディ VS ジェイソンですね。はいはいはい、あれはやっぱ、うん、まあ言うたら近年の作品であるんですけど、うんうんうん、やっぱ印象深いですね。そのホラー映画のこうちょっとこうブームを作った、うん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 、やっぱ殺人鬼2人がこう、まあね、マッチメイクするっていうのは、はいはいはい、やっぱなかなかこの天心たけるに迫るぐらいの、わかるよ、夢の対決、ね、夢の対決かなっていうのはなんかありなんだと思ったよね、うん、当初そうなんか本当に有名なホラーアイコンの2人バーンってぶつけ、うん、みたいな、なんかファンアートで作るアイデアじゃん。あと同人誌かなみたいな、同人誌かなみたいな、あれがねやっぱちゃんとこう興行としてねやったっていうところに感動したし、うん、そうだよね、うん、いいよねあれ。やっぱバトルものに特化してるから、うん、お互いのなんかこの弱点みたいなのをあるもんね、ちゃんと両方なんかこう間に入ってる人間がこう、 うまくこうステージ変換して2人戦わせる、ちょっとポケモンチックななんかあ、意外とそのおっかない2人がこう操られてる様子、あのいいゼニガメと人影みたい な、ね、みたいなあれ、あのなんかそのアイディアとかもやっぱ面白いし、お互い均等にお互いのステージで戦わせるってい う、 そ、 う、ね、うん、そのやっぱ配慮が好きだったりとか、うん、そうだ、だって本当にだってフレディに至っては、うん、だって夢の中じゃないといけないわけだからここしかもジェイソン眠るんかみたいなあるしね、どうすんだっつったらやっぱこうみたいなあーつってやっぱ寝かせるとか、割とこうパワープレイなところをやっぱ好きですね、ちゃんと流れに持っていくところとかね、あれね、だから面白い、良かったよ、だから実現して良かったなと思った、うん、だって あれあの流れなのかな、うん、エイリアン VS プレデターとか、うん、なんかあの辺は本当にそういった夢のバトルが多い時期だったもんね、あそこ、そうだね、うん、あれもだから一回頓挫したんだよね計画が、あ、そうなんだ、そうパート9の時に、はいはいはい、エンディングで、はいはい、ジェイソンがこう、うん、やられて、うん、マスクだけペンって、はいはい、地面に置いて、はい、そこにバーンってフレディの右手がブワッ、はいはいはい、あれでだから次は、うん、あ、じゃあバトルものなんだっていう、そっかそっかそっか、一応示唆してたんだけど、うん、そっからそのアメリカ特有の、 あの、うん、配給会社とかの、 あの大人の事情ね、判決的な、うん、はいはい、あれでプラッて伸びて、で間で点できちゃってみたいな誰っつってどうやってんのそっかそっか、そうそうそう、あの流れがあって、はいはいはい、でやっとああ、おおおみたいな、はいよみたいな、でもできた、ありがとうみたいな、そう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 、だそこのなんか、うん、はいはい、なんかこう感情の波もあって、ああいいね、ちょっと印象深くなったかなっていう、あの意味歴史を知った上でみたいな、うん、そう、でも本当にそうね、なんかそうやって夢の対決実現させてくれて、うん、だから邦画で言うとね、うん、それこそあのほら貞子 VS 火薬、あ、そうね、絶対あの流れあるよね、あの流れあるよ、だから全世界に広がってんじゃないかみたいな、いやちょっとね、うん、ありますよやっぱり、だからこれから戦わせてほしいですね、うん、いっぱい、だから本当日米とかもやってほしいしね、ああ、だからあれゴジラ VS キングコングみたいな、あれのちょっと殺人鬼版みたいなやってほしいし、なんかフレディと貞子とか戦ってほしいもん、ね、そうだね、ちょっと近しいもんね、ステージその本当そうだよね、うん、ちょっとなんだろう、条件揃わないとみたいなところは、呪術廻戦の領域展開、お互い戦うみたいな、お互いぶつけるみたいな、またちょっとだから白石監督に頑張ってもらってスケジュールパンパンの監督お願いしますじゃあ続いて2本目、うん、ちょっと悩んだんですけど、悩むよこれは、エイリアン4、あー、うん、エイリアン4、4だとリプリーが復活すんだよね、そうだよ、3でとんでもないことあって、もう毎回とんでもないんだけどDNA からこう復活して、はい、はい、そうだそうだ、で、まあ、あのアンドロイドのあのウィノナライダー、ね、はいはいはい、あのウィノナライダーが、うん、あれでショートカット女子のエイリアンかな、エイリアンかなあのウィノナライダーで、はい、うわっつって髪短い綺麗な女や、うわーみたいな。あの中子ちゃん、性癖開発ベスト3じゃないの？違うのよ。まあいいけど。あ、でもね、やっぱちょっと、うん、あのまあエリアも、うん、もう SF ホラーのやっぱ、まあ、金字塔だからね。代名詞じゃないですか。代名詞。でやっぱあの SF であんなにおどろおどろしいというか、いやだってあの表現とかもやっぱ。うん、
びっくりするし、だってホラー、そう、あれだよね、うん、エイリアン1とかもうホラーだもん、ね、あれはホラーですよ、もう本当に、うん、モンスターものだけど、うん、そう一応ね、だから、うん、それのやっぱパート4がちょっと印象的だって、うん、やっぱその、うん、あいつ出てくんじゃん、うん、なんかさ、ちょっと半分人間の遺伝子みたいな、あー、いたはいはい、でちょっとね、悲しいお話なのよ、うん、4が、うん、そこがちょっと異色だなと思って、うん、異色タイトルで、うん、やっぱうん、振り返った時に印象には残るかな、うん、はいはい、ラストちょっと切ないシーンがあんのよ、リプリーとの関係性があるから、うん、あの新しく出てくる存在には、うんうんうん、ちょっとそういう意味でも、はい、やっぱこう印象残るな、はい、なるほど、ね、はい、やっぱもうシリーズ全部通してもやっぱ4が、うん、そうだね、やっぱあの2のやっぱあれも好きだけど、うん、ロボットっていうか、はい、作業用のロボットで戦うとか、2がからちょっとエンタメになって、そうだね、そこでは、うんうん、ちょっとバトルものがより強くなったというか、それも面白いし、うんうん、いやでも新作始まりますからね、あーそうだね、だ最近往年の名作の続編だったりっていうのが、うん、そうだね、出始めたかも、12月のエクソシストですよ、私試写でありがとう見させてもらって、あ、もう、はい、え、オチっていいですかなんでオチ言うのバケモン、あ、ごめんなさい一番怖いことしちゃったバケモン最後にですよ、最後ですね、ベスト3の3本目いけますか、有限同士2です、ごめん中子ちゃん、はい、俺これ見てないのよ、あ、マジですか、キョンシーだよね、霊幻道士があのテンテンちゃんのいる方、いる方スイカ頭、はいはいはい、で有限道士が、うん、ラウ道士かな、なんか口ひげ蓄えた、はいはいはい、あの白のそう、うんうん、白じゃないこうね、短髪のね、こうぴっちりこう横割りの、はいはいはい、ラウ道士がこう活躍する、霊幻道士が香港か、はいはい、で有限道士は台湾、うん、あ、ちょっと違うんだ、違う、じゃあなんでそれ選んだかっていうと、はい、それもちっちゃい頃に、うん、あのスリラーの MV 見たいとこんちで見たんだけど、お同時期にだいぶいとこに開発されてるよ、そうなのよ、有限道士も結構こうシリーズ化っていうか、はいはいはい、何個かで、なんで2かっていうと、うん、確か2が、うん、闇の魔道士が、おーおーおー、あの攻めてくるのよ、わっつって、ハリーポッターみたいな、そうボルデモート、女性ボス、はいはいはい、で側近に屈強な2人みたいな、はいはい、が攻め込んでくるみたいな、魔導士の、うん、闇の魔導士の側近が、うん、なんか、うん、あのね、結局キョンシー結局噛まれて、はいはい、なんかそのキョンシー化しちゃうの、感染するんだよね、そう、うん、で戦うんだけど、うん、すごい印象に残ってるシーンがあって、うん、それ戦い方がすごい面白くて、はいはい、その外になんか厨房みたいなのがあるお宅かなんかで、はいはいはい、あのなんでかわかんないけど、うん、ずっとグラグラこう油が煮立ってるバカデカ中華鍋があるの、あ、まあ向こうっぽいね、そう、おあつらえ向きに用意した、うわーってなんか戦っててで、その相手の方が、うん、って落とすの、はい、その闇魔道士を、はいはい、それでうわ最悪よってなって、うん、やったかってなったらブワーンっつって天ぷらになってバーって襲ってくるっていうのがあって、え、天ぷらなの、天ぷら教師バーっつって顔ちょっと目取られてみたいな、あ、ちょっとあれか、ただれてはいるのか、ただれはいるんだけど、うん、衣がしっかり素揚げじゃないの、衣ついてないけど、むちゃくちゃ最高やんうわーって言って襲ってくるっていうシーンがあって、やっぱそこがやっぱたまんなく好きで、わかる、そういった忘れられないシーンがあると、うん、もう好きになるよね、もうね、やっぱね、掴まれちゃうちょっとキョンシーそんな感じだったんか、割とこうね、天ぷら、おー天ぷらキョンシー、それが好きでね、はいはいはい、やっぱそれがちょっと今ベストっていうか、やっぱ印象残ってるなっていう、やっぱね、定期的に掘り返したい、これはお話しして、こう一、その一撃がベスト入るとよっぽどです、うん、すごいよ、これは、うん、やっぱもともとうん、まあ、俺ら一緒の同い年でキョンシーブームあったで、やっぱ見てたのもあるんだけど、うん、テンテンとかよりはやっぱそっちのこうもうちょっとねストイックなのよ、有限同士のバトルものとして、まあ、まあ、おふざけなしというか、ある意味そうそうそう理にかなってるっていうか、そう、うん、やっぱそこのこう本格的なアクションも見れるし、うん、そっか、そういうのがあるのか、うん、いやちょっと俺ね、確かね2だと思ったんだよね、第2作目だと思ったんだけど、これってさ、俺も本当見たことないんだけど、はい、やっぱ
ずっとシリーズのストーリーは地続きにこう続いてるの。続いあのね、登場人物は一定だけど、多分それぞれお話としてはある感じかな。じゃあ変な話、じゃあちょっと2から行っても問題ない。安心安全の、うん、そう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 。でもさ、サブスクとかないんじゃない？いや多分怪しいよ。怪しいよね。だからそういったテンプラキョンシーを世になくさないためにも、うん、ちょっとやっぱディスク化してほしいですね。そう、あとやっぱこうやって語り部として忘れられないようにやっぱり。キョンシー実は天ぷらになるんですみたいな、やっぱこれはやっぱこう受け継いでいかないといけない。受け継いで、やっぱ昭和生まれが受け継いでいかないといけない話なのかなっていう。長岡ちゃん、俺ら年取ったな。本当よ。でもめんどくさいおじさんにはならないように、ね、気をつけないといけないから身を引き締めて頑張ります。引き締めて頑張ります。ということでね、はい、ぜひ興味持ってもらった方は、はい、ちょっと今の3本そうですね、ちょっと見てね。だから前述2本は見れるんじゃないのかね。そう、見やすいかもね、うん、比較的にと思うので、ぜひぜひね。で、興味持ったらキョンシーの世界、キョンシーの世界もはね、はい、そうですね、いろいろあるんで、ジャイアントキョンシーとか出てきたりね。はい、ということでございまして、はい、ね、以上ホラーマニアの同期に聞いた人生ベストホラー映画3でございましたと、はい、いうことでね、ぜひね、今後も、はい、なこちゃんなんかまたこういう機会あったらよろしくお願いします。出てくると一緒にやれたらと思います。数少ないね、映画好き同期、同期しかもまたホラーって、ね、そうですね、ことでまだまだね、いろいろあるんで、あるんで、はい、ぜひね、また来てください、よろしくお願いします。はい、はい、ではありがとうございました。